はい、はい、サブチャンネルです。はい、うお、すげえそれで始めるんだ。水溜りボンドですはい、ついに許可が出ました。よかったね、長かったね、許可出るまでね、はい、水溜りボンド、はい、ラインスタンプ発売します。イエーイ。今日か、うん、友達の、うん、ワクタ君、ワクタ君ね、うん、ラインスタンプ界の、うん、あの、うざいクマですっていうのが、うざクマね、うざクマ、あれでもう何週間か1位取ったこともあるし、そうだね、4週連続ぐらい取ったね、うん、売れまくってる人が、で、まあ冗談みたいな感じで去年の12月とかに、うん、結構前ぐらい動いてたんだよね。そう、いや、うん、どうみたいな、まあこういうのがいい、こういうのがいいっていうのを送ったら、マジでクオリティめっちゃ高いよ。これ本当に嬉しくなかった、見た時。いや、すごいもんだって、一番良かった場面を切り取ってやってくれてるから、はい、で、要はこれは2015年バージョンじゃないですけど、うん、まあちょっと昔の僕らのベストシーン、うん、そうですね、あの、意識したのは使いやすさも意識したの。まあこれが売れてたくさんの人に知ってもらうんじゃなくて、普通に俺らのことを知ってる人が LINE スタンプとして、なんていうの、その知り合いと、うん、喋るときに、その、水溜りボンド、どっちも知ってる人にやってほしい。なぜなら誰、滑るからね。動画見てくれてる人は、本当にありがとうございますって話で。で、多分、ね、これも一番安い価格で売るんですけど、うん、あの、わざわざお金払ってまでね、うん、買ってくれるから、うん、見せたいぞ、みたいなのがあると思うんですよ、うん。ただ、あの、部活の LINE とかで、やばい、これをやると。例えばこの移動中とかさ、あるじゃん。これね、うん、誰、あの、僕に似てる人って日本にたくさんいると思うんですけど、その人だけ使ってください。その人は使っても大丈夫。自分として使ってください、その場合。まあ、だから楽しむのに使ってくださいってことだね。な、あ、それか人工知能リンナちゃんに。ああ、そうじゃなく。で、儲けるつもりは毛頭ないんで、もう次のスタンプに着手するかもしれないし。もちろんもちろん。なんかもっとね。出しましたっていう報告ね。皆さんちょっと遅くなってしまって、本当に。一応、ウームから出てるんで、ウームって検索しても出るんですけど、はい、あの、一応て、助けていただいただけで、ワクタ君がやってくれて、もちろんもちろん、はい、じゃあ今日、まあ、だいぶ遅くなってしまって申し訳ないです、うん、本当に申し訳ないです。はい、じゃあ今日のメインチャンネルもよろしくお願いします。はい、はい、またありがとうございました。